主張を強める狙いがあるとみられています。中国公船の周辺海域での活動も活発化しており、日本は現状変更を試みる動きと判断し警戒を強めていますと。まあこれ今の共同通信です。共同通信だから警戒なんか強めて、そんなことやってたらね、はい、これ皆さん分かる、うん、尖閣諸島って日本の領土なの、日本の領土なのに中国が何て言ってきたかったら、尖閣諸島は中国の領土だから、日本の漁船が入るのは領海侵犯だって言ってきたんだよ、はい、中国が、でこれこの前も言ったかな、尖閣諸島っていうのは1968年に国連が、全世界の資源調査に入った時に、はい、東シナ海の資源を国連の調査団が調査した、その時にこの東シナ海の石油が見つかった、その途端に、はい、今まで尖閣諸島は中国ではない日本の領土だと中国の政府の書物にも書いてあったやつを、その石油が見つかった瞬間にね、はい、俺だって言い始めたわけですよ、ね、言い始めた、それはまあ中国ってのはそういう国だからいいけど、はい、それまでずっと日本って言ってたやつを、うん、日本政府が引くんですよまた、その引いて、うん、それで実はね、今どうかしないけど石垣島の漁船が尖閣諸島の方に行くのをね、海上保安庁かなんかがね嫌がるんですよ、なんで嫌がる、中国を刺激するっていうの、そんなことやってたらね、領土ってのは必ず取られるんですよ、決まってるわけですよ、だけどもいや健常の美徳、もともと尖閣諸島にはあ何だったっけ、加工工場があったでしょ、日本人の加工工場、鰹節の、そうそう、あ鰹節だ、鰹節の加工工場があってずっと日本なんだから、そこをね中国を刺激するから石垣のね、漁船はね尖閣諸島の周りに行くななんて、日本政府の方が言うんだから、話にならないですよ。そうですね、それから石木正信さんがさ、はい、石木正治さん、石木正治さんが海上保安庁の職員だった時に、ここで中国漁船かなんかに対して確固たる態度を取るでしょ、はい、そしたら、石木正治さんの方を退職させちゃうんだから、あの頃は変な官房長がいたけどね、民主党政権で戦国さんですね、戦国さんだけどね、はい、なんちゅうか日本国民で日本国土を守ろうとしない人はね、もうやめてほしいね、政府機関とか議員から、ははそれはあれよ、北朝鮮に拉致されて、それで北朝鮮に取りに行かなかった自衛隊も一緒ですよ、やっぱり断固たる態度を取らないと、それはもう周りはこんなのいっぱいいるんだ、はい、だからなんかその一番下の腹立ったやつがあるんだ、はい、一番下の一番下記事ですか、あそうそう、現状変更をも現状変更を試みる動きと判断し警戒してます、そんな生ぬるいことでどうかって、はい、ね、共同通信の話、しかも、これはね、要求してきたのは昨日じゃないんですよ、ちょっと前なんで、それを日本政府が隠してたんで、それがバレたんで、だからね、なんちゅうのかな、それで中国に配慮する、中国に配慮、あ、こう言ったんだ、長年にわたる日中の友好関係が崩れるといけない、だってね今中国ね、反日なんだ、はい、で抗日70周年記念なんか大々的にやってる、そうですね、完全な反日国なんだ、反日国なのになんで長年のあれなの、このこれニュースまだもしかしたらね、このニュースまだ NHK やってないかもしれないよ、もしかすると、だってこれものすごい大きな問題ですよ、だってこれあそこの小さい島ばかりじゃなくて、あそこの周り の経済的水域、はい、それからしかも防衛、全部にかかってるでしょ、だから日本としてはもう非常に重要です、もちろん石垣島の漁民はもちろんそうだけど、はい、それ以外もプラスしてそうでしょ、だからね、これではなんか国と言えるのかなって気がする、どこまでね、どうぞ、ありがとうございますすいません、なんか司会も兼ねていただいて恐縮です一平が仕事しないもんで申し訳ありませんそろそろ私いらなくなるかもしれませんね、はい、いやさっきね、仙石義人さんの話、石木正治さんに関連してね、はい、された時に民主党だから
ていうですね書き込みコメントが出てきたんですよ。で私ねこれ民主党だけの問題、旧民主党だけの問題ではなくて、やっぱりあの自民党にも非常に大きな責任があってね、どうしてかっていうと思い出していただきたいんですけれども、これ小泉政権の時、小泉純一郎さんが、総理大臣の時にですね、覚えてらっしゃいますかね、尖閣諸島に、まあ、あの中国のね、漁民が、上陸するというですね、まあ、事件が発生したんですね。でその時に、官邸はというか小泉さんはですね、あのきちんと日本の領土なんだから、日本の主権が及ぶ領土なんだから、きちんと日本のルール法律で裁くべきだということで、でまあ鹿児島からですね、まあ検察庁の検事がダーッと行って沖縄県警と一緒に行ってですね、ちゃんと逮捕して、まあ、あの起訴するのかどうか、逮捕してですね取り調べをしようと、日本の手続きにのっとって、法的手続きにのっとって、適切に、別に重罪化すわけじゃないんですよ、適切に法的処理をしようとして行ったわけですよ。でこれはもう船出てたんです、実は、ところがそれにストップをかけたのが、当時官房長官をやっていた福田康夫、ね、ストップをかけて引き返させたと、で何をやったかというと、もちろん尖閣諸島には、飛行場がないから、要するに石垣島、これ飛行場あるんですよ、石垣島に飛行場で、そこからですね台湾行きの、飛行機が出ようとしていたんですが、時間を遅らせて、帝国ではなく時間を遅らせて、その、ね、漁民たちが来るのを待って、それを乗せて送り返すというとんでもない、これは、総理の、ね、意向を、ね、あの指示を無視する行動であると同時に、日本の主権をですね、ないがしろにする行動なんですよ。ところが、そういった状況があるにもかかわらず、ほとんどのメディアが報道しませんでした、これについては。おかしいじゃないかと、はい、ね、いうことになった。ただとは言ってもですね、どうなんでしょうね、やっぱり総理としてはね、まあ、ああいうタイプですから、やっぱりこの政権の中で波風立てるよりもということで、一歩下がったというね、小泉さんが一歩下がるということをやったんだけども、まあ、カンカンになって怒ってましたよ、当時、よく知ってますけれども。官房長官に対して、で、後になって、福田康夫を5つだか4つの大罪と、大きな罪の一つに数えてましたけどね、小泉さんはね。まあ、というところを考えてみるとですね、やっぱり自民党の中にもね、今でもいると思いますよ、福田康夫さんはもう引退されてますけども、今でも自民党の中にも、やっぱりそうやって、主権をないがしろにし、絶対これは守んなきゃならない。日本というかどこの国だってそうですよ、自らの主権、領土であるとか、国民であるとかね、そういう守らなきゃならない、その基本的なラインをないがしろにしてまで中国にこびるという人たちが、自民党の中にも野党の中にもいるんだということはですね、ぜひご記憶に留めていただきたいなと思います。やっぱり反日の人は投票しちゃいけないね。だってもう、そんなことしたら僕らの子供がかわいそうだよ、この子たちが。これは結局こういう問題っていうのはすぐ僕らの世代に影響があるわけじゃなくて、僕らの子供の世代とか孫の世代に苦しむわけだから、だからやっぱり申し訳ないね、子供たちにね、こういう曖昧な態度を日本が取り続けるってことは。おっしゃる、だから高田先生おっしゃるように、だからその時の曖昧な態度、小泉政権の時の曖昧な態度が今日こういう状況を招いてるんですよね。そうそこにもう種がまかれてるわけですよね。そう福田さんね、友達の嫌がることをしないって言った人ですよね。忘れないようにしましょう、その事実、ね、でも友達のやることもすることないからね、一平ちゃんね。はい、意図的にね、進んではね。はい、では ALS 行こうか、こちら、はい、それ終わったらコロナに行こう。わかりました。はい、ではコロナと須田さんのお話との関係はどうしたらいいの、どうしたらいいの、いいのコロナの話してから。いやいや、もう先生の話で今日ね9時まで行っちゃいますから。大丈夫です、もう心配しなくて、はい、よろしいですか。はい、はい、ではお名指しによりこちらのニュースに移りましょう。 ALS 患者の依頼受け薬物投与殺害か、医師2人が逮捕というね、続けて深入りまいりましょう。 NHK ニュースウェブの記事を一部割愛してお伝えします。全身の筋肉が徐々に動かなくなる難病 ALS の女性患者の依頼を受け、京都市内の自宅に出向いて薬物を投与し殺害した疑いがあるとして、警察が